Traveler's Cafe。 ライフトラベラーカフェの皆さん、こんにちは。松田美博です。若菜です。ということで、引き続きニューヨークにいますが、ニューヨークはね、ホテルがすごく高いんです。高いよね。高いよね。本当に他の都市に比べてもとても高い。高いし、高くなったって言ってた ね。 あ、どんどん高くなってるってね、うん、あのその高い割に、うん、冷蔵庫とかないよね。そうなのよ。ちょっとびっくりすると思う。多分今回はあの国連で仕事があったので、うん、その国連の近くのホテルに、うんうん、まあ立地は良いのでね、うんうんうん、なかなかのお値段のするホテルなのですが、うん、なんか日本のビジネスホテルよりもなんかついてるものがなかったりして、うんうん、それぞニューヨークのホテルです。そうだね、うん、でもないならないでさ、うん、なんとかなるもんだよね。なんかそうだね。例えば、うん、まあ、私たちはよくジュースね、うん、先週もね言ったけど、そうそう、朝買ってで、その日のに飲むものも買ってきたりとか、うん、それこそちょっと冷蔵に入れといた方がいいんじゃないっていうものも、うん、まあ買ったりするんだけど、うん、でも窓辺に置いたりしてね。そう、窓際がちょっと寒いからね、窓際に置いてなんとかなるもんだね。冷蔵したり、うん、あとは部屋を快適にする方法は何をやってるかな。あとね、まあ、そのちょっとその設備っていう面で言うと、うん、ついてるものが少ないと、うん、まあ、ないまま過ごすっていうことも選択肢としてはあると思うんだけど、うん、まあ、例えばね、寒いじゃない、寒い夜とか、うんうん、やっぱり温かいものが飲みたくなるでしょ、うん、まあ、体調管理でも温かいもの飲みたいじゃない、うん、そういう時に、まあ、お湯沸かすやつとかもついてなかったわけ、うんうんうん、こんな部屋なのに、うん、とかもちょっと言ってみる、うん、とちゃんと来たりとか持ってきてくれてね。あとお水を大量に買ってきて、そう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 お水とてもたくさん買ったね今回ね。お水もないから、うん、お水も買ってきてね、うん、大きいサイズ、なんていうのかな、大きいサイズお水のガロン系、ガロンで買ってくるそうそうそう、とかね。あとはそう、ちょっと寒いので、なるべくお風呂にね、あ、そうそうそう、入ろうということで、でお風呂に入るのもただ入るよりはもうちょっと体の芯から温めた方がいいということで、うん、お塩買ってきて、バスソルト買ってきて、うん、でどうしてもこう海外のお風呂、特にアメリカのお風呂って、うん、とってもこう低いじゃない、うんうんうん、で下ももちろん硬いし、うん、みんなもうそんなとこあんまり入れないみたいないうところでも、うん、なるべく快適に入れるように、うん、エッセンシャルオイルとかね、うん、バスソルトとか入れたり音楽かけたり、うん、ちょっと光が明るすぎるときはちょっと消して廊下つけてみたいな、うんうんうん、なんか本当にちょっとしたことでなんか心地よさを頑張って作ったよね、うん、お塩あれだね、ホールフーズマーケットというオーガニックスーパーのホール、うん、ボディっていう、うん、ボディん、あ、ホールボディはね、ドラッグストアみたいな感じ、日本のホールフーズのドラッグストア、うん、結構オーガニックと体に、うん、そば満載ですよ、良いもの満載のお店で買ってきたんだよね、うん、そう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 、うん、まあ、大体いつもそうですね、その辺で買うでしょうかね、うん、でもそんなことをね、いろんさまざまな工夫をして過ごしてると、これがまた愛おしくなりますね、部屋がね、帰ってきた時にね、うん、なんか家に帰ってきたみたいな、うん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 、だからその物を置くとか、ね、自分たちの物を置いたりとか、うん、するのもそうだし、香りをねつけたりとか、うん、なんかそんな感じでお部屋ライフも楽しみましたね、うん、快適ライフでした。はい、はい、今回はまた先週に引き続き、中野さんに登場していただきますが、うん、前回はアメリカに来るまでのストーリーだったんですけど、うん、今日はですね、アメリカに来てから、はい、今
若菜が行ってる中野さんのカイロプロティックの場所ってすごくいい場所にあるでしょ。フィフスアベニューでございますのでとってもいい場所でございますのよ。なんか言葉が変になりましたけど、うん、すごくいい場所で、うん、でもちろんそのクリニックの中も診察室が何個あるのかな、 1,2,3 個ぐらい分かんないけど、ね、部屋がいっぱいあって、うん、場所がねすごくいいところにある、うん、ということはさぞかし大成功してる、はいはいはいと思うのですが、はい、そんな秘訣だったりとか、はい、もしくはそんな秘密だったりとか、そこまでの道のり、うんうん、を聞いてみたいと思います。ここからアメリカ生活が始まっているわけですね。そうですね、26歳、今僕38なんで、まあ、12年ですかね、そんな前で。アメリカの生活が始まった、じゃあ最初の場所はロサンゼルスだったんですか？ロサンゼルスです。ロサンゼルスすごくいいところで、これやっぱり降りた瞬間にカラッと晴れた天気で、ハーレーがババって走ってくるんですよね。それでアメ車がバンバン走ってて、道が広くて、あ、これもう帰らないなと思っちゃうし、最高だなと思って、で、まあ、学校もちろん行って真剣に勉強ずっとしてきましたけど、同時にやっぱりサーフィンしたりとか仲間もできて、まあ、第二の故郷というか、本当に快適な生活でした。最初じゃあ、そのロサンゼルスの開学先の学校に通った。そうです。だから学校やっぱなかなか英語喋れない人入れてくれないですからね。それまで1年ぐらいから英語を勉強したりとか、なんかいろんな苦労もしてきましたけどね。一番の苦労は何でした？その頃の。一番の苦労は、英語じゃないですかね、やっぱ英語が。で、旅行してたんで英語喋れるって思ってたんですよ。だけど英語喋れるんじゃなくて通じるんだったんですよ、これなるほど、その子は大きな違いですね。で、通じるレベルだったんですよ。通じるレベルだとやっぱりドクターディグリーっていうか、その学校入れてくれないですからね。それで大変でしたね。最初、今でも覚えてますけど、ロサンゼルスの空港からタクシーに乗って、その当時本当に安い日本バックパッカーですからね、1日30ドルぐらいのところへ行くわけですけど、そこまでタクシーに乗ったタクシーの運転手になんかすごくこうバカにされた感があって、英語がこう通じるのかな、喋れないみたいな。それでなんかひどい、まあなんか嫌な対応だったんですけど、でそのホテルに着いた時に、ホテルっていうか、まあ、宿ですよね着いた時に、ほら着いたぞみたいな感じで、自分でなんかこんなスタートでいいのかなって思って、で当時お金やっぱりなかったんですけど、ちょっとその人に30ドルぐらいチップ上げてみたんですよね。なんで思ったか今でも分かんないんですけど、チップ上げなきゃいけないってことを思ってて、で2択だったんですけど、チップ上げないかすごく上げるか、っていうふうに思って、すごく上げてみたんですよね、はい、倍ぐらいの、倍どころじゃないな、本当に高いチップ、うん、そしたらその人ものすごく態度が変わっちゃってもうさあですよさあ、それで荷物持ってくるね、で玄関のところに持ってくる、なんだこれ、結構なんか英語とかじゃなくて自分がまあね、お金なのか何か分かんないけど、実力つければいけんのかなってちょっと思って、そこでそう思ったわけですね。本当に安いチップでしたけどね、今はもう30ドルぐらい、まあ、当時高かったですけど、あれ払ったから LA のスタートすごく楽しくなったんじゃないかって思って、面白い天気ですよね、気づきがありましたね。じゃあそのロサンゼルスでは学校に行きながらサーフィンも楽しんで、ですが学校が終わった後はそこで開業したんですか？いやいや、日本と行ったり来たりしてたんですが、うん、このやっぱりサーフィンがすごく、まあ、今でもそうなんですけど、うん、オレンジカウンティーってやっぱ波がすごくいいんですよ、うん、ただもっと波がいいところがハワイですよね、やっぱり、うん、ハワイとオレンジカウンティーとすごく迷ってて、うん、でどっちでもまあ自分で楽しく仕事しながら、仕事は今でも好きですけど、それでサーフィンして生活をしようかなと思ってたんですよね。そしたらなんかある時、今嫁ですけど、ヒデカ当時のパートナーとニューヨーク行ってみようっていうことになったんですよ。また突然なんですよ。本当に旅行ですよね。本当に時間があるし、まあ、旅行行ってみようっていうことになって、なぜかニューヨークに。
来たんですよ、見てみようっていうことで、うんうんうん、そしたらこれがまたでも衝撃的で、まあ、寒かったのも1月に来たんですよね、確か本当に寒い時期で、でダウンジャケットとかないですからね、なんか弟がくれたダウンジャケット1枚だけ持ってて、だけどすごい寒くて、で空港出た途端になんか知らないけどいきなりバスの運転手とお客さんが喧嘩してるんですよ空港でですよ、言い合いして遅いよお前みたいな話して、それでバスもバスで言い返してて、いや遅くねえよみたいな話で、すごいこんなのカリフォルニアで見ない光景で、なんてストレスの溜まってる人たちなんだこんな街はダメだなと思ったんですけど、でバス乗ってマンハッタンがだんだん見えてきて、マンハッタン降りたらもう全然違う世界なんですよ。女性がヒール履いてスーツ着て電話で話しながらカンカン歩いてってくる、でまあ歩くスピードも速いし、でみんなスーツ着てるし、なんだと思って、当時あのオレンジカウンティで あれですからね、360日はサンダルにあのショーツで T シャツ着てサーフボード持ってトラック乗ってる人がそんなとこ来ちゃったわけですから、それでびっくりして、それでまあ観光を普通にするわけですけど、いろんなハプニングもありまして、なんか寒いなと思って弟にもらったダウンジャケットが破れてるとこちょっと見てみたら、ダウンっぽかったけど実は中から普通の綿が出てきてダウンじゃないじゃんって思ったりとか、まあいろんなハプニングもあり、寒い中で街を歩き回ってたんですけど、やっぱり一番今でも心に残ってるのが、ティファニーの横にあるミッドタウンのトランプタワーで、寒い中そこを歩いててパッと見上げたら金色 あのバベルの塔みたいなトランプタワーが立ってるんですよ。でパッと見たらトランプタワーって書いてある。であの田舎に住んでてもやっぱドナルド・トランプがみんな知ってるんで、あ、これがあのトランプが一代で建てちゃった帝国の一部かと思って、それでそこの中入って、ヒデカと一緒にコーヒー飲んだんですよね。で寒い中のラテを2人で分けながら飲んでて、あ、ニューヨーク来るとこういうことできるんじゃないのみたいな話になったんですよね。慣れるわけないんですけど来るだけでだけどニューヨークってこういう街なんじゃないかみたいな話で、盛り上がっちゃったんですよ。トランプって1台でこれ建てたんだよ、おかしいでしょみたいな話で、やっぱりニューヨークに住むとこういうことができるかもしれない、なんか勝手に2人で盛り上がっちゃって、それがまあでも一番大きなニューヨークの中の、思い出ですね。だから9/11 の場所でもなく、ミュージアムでも、ミュージアムって博物館とかでもなく、セントラルパークでもなく、ただ目の前に立ってたトランプタワーでこんな成功するやつがいるんだっていうのが一番目がかったですよね。それだけなんかこう影響を与えることをしたいっていうことにもつながるんですかね。あ、それはでもあったかもしれないです。それでそれがやっぱりリンクしたのが、日本から来る時からそうだったんですけど、ずっと根底にあったのが、自分たちのやってる治療をもっといいものをどんどん作って、日本の医学を変えたいなっていう、で自分たちの治療がもっと受けるべき人がいっぱい世の中にはいるのに受けるんじゃないっていうことはもうずっと昔から思ってて、でそれを伝えたいなっていうのはあったんですよね。だから別にビル建てたかったわけじゃないんですが、確かにそうなんですよね。影響を与えることをしたいっていうのは常に思ってて、影響を与える力が何かニューヨークには眠ってるんじゃないかっていうのは思いまして、じゃあそんな志を持ってニューヨークに振り越してきましたよね。でそこでクリニックを開業していくにあたって、最初からうまくいったんですか。いや、行かないです全然行かないですよ。最初は何から始まったんですか。まず引っ越しが車でしたからね、はい、カリフォルニアから、カリフォルニアから端っこから端っこですね。ただこれでもカリフォルニアの海を見捨ててニューヨークに引っ越すっていうのはやっぱり大したことないかもしれないけど、大変な作業で結構悩んだんですけどね。で飛行機が着陸するまでに決めようって思ったんですよ。結構タイムラインを決めないと決めれない人で、飛行機乗ってよしじゃあ着くまでにどっち行くか決めるぞって言って、それでまあそれでも決まんなくて、飛行機の車輪が地面にガガンって打った瞬間に、あ、ニューヨークって決めたんですよ、まあ、強引ですよね。それで、でもちろんでもその中にはニューヨークでサーフィンができるのかとか、ニューヨークからプエルトリコが2時間で飛行機で行けることとか、そういうちゃんとサーフィンができる環境っていうのは確保してあるわけですから、ね、でニューヨークにまあ決定したんですけど、やっぱりまあマットレスを1個買うだけでもお金かかるわけで、結局計算すると車になるんですよね、2人で。で当時トレーラーを後ろに引いて
大陸を横断して引っ越してきたんですけど、そもそもあのマンハッタンにトレーラーを引いて入ることがまあ大変で、そもそもホテルがまあ高いんですよね。ニューヨーク行きたかったんですけど、ニューヨークに入っちゃうとホテルが取れないって高いんですよ。だからニュージャージーに隣の州に荷物を全部下ろして、ニュージャージーの安いホテルに生活しながらあのニューヨークへ通って、まず住むところを確保する、で住むところもすごく確保するのが大変で、実は不動産屋さんなんかが、この所得がない人ってなかなかやっぱ家貸してくれないわけですよ、ね、それが変が大変だ、まあ今思えば楽しい苦労ですけど、家を探して、それで家の後にあのクリニックをということで、それでちっちゃなスペースがたまたまあの貸してくれるっていう人がいて、その一部を借りてですね、そこで細々と患者さんに来ていただいて、だん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 こうクリニックを立ち上げてったわけです、でもその最初からお客さんいるわけじゃないですよ、最初はどうやって、いやそれはもう足を使っての土佐回りというか、いろんな人をいろいろやっぱり会いに行きました。ヨガの先生だったり、日本の先生だったり、あと日本のその新聞だったり、まず日本の人は日本語が使えればなんとかなるんじゃないかっていうのがあったので、そこはスタートとしてはいろんな方に、ね、本当に助けていただいて、少しずつ少しずつっていう感じです。じゃあ出会いを作っていったって感じですか。そうですね、やっぱり待ってても来てくれないから当たり前ですけどね、頑張ってひたすら歩いて回って電話して、土佐回りから始まりまして、それで少しずつお客さんが増えていった感じなんですよね。そうですね、まさにね、そうですね。それで今はもう本当にあのそんなに自分では出てくることがなくなりましたけど、やっぱりそうですね、口コミというか、あの呼んでくださるようになって、割と自分のスペースは安定してきたかなと。今あるところはすごくいいところです。すごいところなんですよ。キープスアベニューございます。場所もでも、家賃やっぱり高いんですけど、僕もなんかニューヨーク来た理由と一緒で、まあ、影響力を与えるって言うとちょっとオーバーなんですけど、場所が、場所はやっぱりフィクサービューに近くなきゃいけないかなっていうのがなんかあって、最初からその辺りにしがみついてきたんですよ。もっと離れちゃえばやっぱり自分で場所とか借りれたのかもしれないですけど、最初だから曲がりしたところも実はフィクサービューのすぐ近くで、そうなんですか、ちっちゃくて、ほんとちっちゃくてもやっぱり高かったんですけど、だけどやっぱり場所っていうのはなんか大事なんだ。場所は大事。逆にニューヨークのこの山の方行っちゃうんじゃ、オレンジカウンティー行った方が良かったんじゃないかって、ニューヨークといえばやっぱりミッドタウンであり、フィクスアベニューのあたりに自分はいなきゃダメなんだとか、そういうドクターになろうという思いからしがみついてきたんですよ。すごいね、今やもうみんな立派なクリニックをお持ちなんですか。通ってるから分かる。通ってますので、これはあの事実です。でも本当にね、あの検索したじゃない、もうあまりにちょっとこれだと全然動けないなと思って、でなんかあの病院とかはあんまり普段行かないから分かんないし、じゃあまずはなんか生態的なものだったらいいかなと思って、あのニューヨーク生態おすすめって調べたら、絶対ね3個ぐらいね中野クリニックが出てくる。ありがたいお話ですよね。1、2、3ぐらい。そう、ありがたいお話ですよね。素晴らしいですね、それだけやっぱり。そう、行っている治療法っていうのは、その日本でお父さんで学んだから学んだことと、アメリカで学んだこととこう融合してるんですか。多少融合といえば融合ですよ、ね、ただあの難しいのが、なんか治療法って常に進化しちゃって、で私たち4代続いてるって言うんですけど、じゃあ4代前のことをやってるのか、全然違うわけですよ。であの医学って当たり前だけど進化するわけ で例えばあの脳梗塞なんかあるじゃないですか、脳内出血とかって、これ40年前だったらもうアイスバッグで冷やして寝てなさいですよ。今やあの MR、CT 取って出血部位を確認して解凍のオペして助かって、いかに早いリハビリするかで社会復帰しちゃうわけですよね。これぐらいのスピード で僕らの分野も一緒で、あの軟部組織だとか筋肉だとか、まあ、腰痛なんかですよね、そういう損傷のところってかなり進化をし続けるわけですよ、ね、なので、まあ、早い話が毎年変わってっちゃうような傾向もありますよね。現場の治療そんなに180度は変わりませんが、新しい治療を入れたりとか、だからもちろんその
治療の一部として日本でやったような方法っていうのは取り組んでますが、常に変化しちゃいますね。そういうのが日本に入れれるといいなと思うんですけど、やっぱり英語の壁とそのライセンスの壁とでギャップが出ちゃうんで、いくら情報早くなってもやっぱり10年15年って開きが出ちゃいますから、それを、いかにいい感じで現場に伝えてあげたいかっていうのが、僕のこれからやりたい仕事だなと思ってるんですけど、今のも含めてこれからやっていきたい活動っていうのはどんなことがあるんですか？自分のやってることをプラスアルファ、それで自分よりいいドクター、悔しいけどやっぱりアメリカにはまだまだいて、でそういう仲間をいっぱい持ってるんですよね。幸せなことに、なんか真剣に本当にカイロプラクティックに取り組む仲間ばっかり周りにいて、不思議なんですけど、今思うと本当に不思議ですけど、僕以外の今仲間ってみんな実は US の、アメリカのオリンピックチームと同行してたり、オリンピックの施設に入ってたりとか、みんなトップアスリートばっかり見てるから、で僕はちょっと自分のクリニックにフォーカスしてきて、患者さんとしてたまにアスリートトップクラスが来るっていう感じですけど、そんな仲間がいっぱいいて、で自分だけじゃなくてそういういいブレインをいっぱい使いながら日本に最高の治療を届けたいなと思ってます。治療の前にやっぱり診断だったり、医療としてのこういう分野を確立したいなと思ってます。高齢化社会もどんどん進んでくるし、結局のところその治療法なんかいくらあったって、患者さん本人がいかに気づいて元気な生活できるか、どういうふうに治療を利用できるかっていうことになるわけですよ。そういう環境を作りたいなと。それいいですね。治療に頼るんじゃなくて治療を利用するっていうのが大事なのかも。そうですよね。なんか病院に行けば全部治してもらえるって思うと、そうですよね。本当にでも医学のすごく大事なところですよ。だって無人島にいたらどうするんですかっていう話ですよね。結局自分の体って自分で見なきゃダメなわけで、いくら歯医者さんよくたって歯ブラシしなきゃ虫歯になっちゃうわけで、そういうことがすごく大事なところで、僕らそれを伝えることって、じゃあ伝えるのが仕事なのってなると、いやそれも大事なウェイトあると思いますよ、予防とか含めて、はいはいはい。要するに何したって本人が、患者さんが健康でずっと維持してくれればそれで僕らいいわけですから、というとそういうことすると患者さんいなくなっちゃうんじゃないかと言われるんですけど、いや全然いなくならないですよ、やっぱりそれはちゃんと納得した患者さんってやっぱり次の方連れてきてくれるし、一見患者さん減るようだけど全然減らないですよね。そういう方向で行った方がみんなハッピーになるんじゃないですか。患者さんのマインドを変えるっていうのがね、すごいドクターとしてされてることで素晴らしいなと思って思ったんですが、でもこれが広がるといいですね、本当に。ね、ぜひ広げてほしい。広げますよ、広がりますよ。いや今日も本当にいい話だったね。今日もエキサイティングだね、これ。いやこれね、これ聞いた人はね、多分何かもしたくなるっていうかね、自分がやりたかったことを本気でなんかやりたくなると思う。何かね、したくなったでしょ。そうなの、したくなったよ、ね、そのヒロさんが言ってたさ、楽し、今思えば楽しい苦労っていう、そんな楽しい苦労をなんかしてみたくなるでしょ。あ確かに、なんか僕も何気ない日々を過ごしてた時よりも大変だったなって思ったことの方が振り返ったら楽しいかもね。お、振り返ってみると、やっぱそれだけなんかそのなんかことにというか、本気になって生きてるっていう時だもんね。そうだね、やっぱ本気だと大変さが出てくるんだろうね。で大変さが出てくることの方が楽しい、本当にやりたいことをやってるからきっと楽しいんだろうね。ヒロさんの話で、印象に残ってる部分はどんなことがありますか？いっぱいあって、どうしよう、時間が足りないかもしれないですけど、
まあ、でもねやっぱり一番最初のなんかアメリカに行ってタクシーに乗ったって話あったじゃない。うんうんうん、で、なんか英語があ、そうそう、できなくてちょっとこう扱いが良くなかった人に30ドルのチップをあげたと、うん、あれすごいよね。多分その当時で30ドルって結構なお金だよ ね自分の手持ちの金額を考えてもね多いでしょ、ね、すごい多いでしょ。それ、うん、でその時にまあ、ここでは英語とかそういうのじゃなくって、うん、実力で評価されるというかね、うんうんうん、そういう街なんだって分かったっていうのがすごくね、うん、印象的というか、うん、それをその年でやっちゃう広さもすごいなって思うけど、うん、な印象的だよね。できないもんね、なかなか。うん、扱いをしかもさ、よくされたならまだしも ね、うん、ね、そうだよね、よくされてチップをあげるっていうのはね、そう、悪かったのにもかかわらず、うん、そこであげるその人間の大きさ、うん、とそこで気づく、うん、その気づき力というかね、うんうん、それはすごいな。そうだね、30ドル以上の価値があったって言ってたもんね。そうそうそう、だからそこでさ、うん、やっぱりなんかなんていうのかな、みんなひるんじゃうじゃしょ、なんか英語できないしとか、うんうんうん、なんかそういうことじゃなくて、うん、なんか目の向け方というかね、視点が違うんだろうね。そうそう、視点をの持ち方がね、やっぱりすごくその強く前向きに生きていく上で、うん、とても大切なんだなっていうのをすごくね、うん、そこで感じた。あとなんかヒロさんの見た目も、うん、それまでの暮らしも、うん、なんかもう一見ずっとハンチントンビーチかハワイでサーフィンしてるんじゃないかってハンチントンビーチに本当に住んでそうな風貌だよね、うん、今でもそうだよね、ニューヨークので本当に、うん、B さんが似合う、絶対似合うねうんうん、革靴ではない、ね、なんだけど、いきなりニューヨークに来ちゃったっていうのがね。そうね、うん、ニューヨークでのさ、うん、パートナーさんとね一緒に、うん、一番最初に来た時にね、うん、2人で一つのコーヒーを分け合った。あ、お金がねあんまりなくて、うんうん、その時にトランプタワーを見てね、うん、これがアメリカなのかっていうかね、アメリカンドリームなのかって思って、うんうん、なんかこう今まで自分の中にあったそのやってやるぞみたいななんかそれがね引き出されたっていう。あー、サーフィンだけでいっかと思ってた、もっと奥に眠ってた、なんかこうふつふつと思ってるものがこうバンとね引き出されたっていう感じだろうね。そうで多分ね、引き出されただけじゃなくて、うん、その帰りの飛行機の中でね、うんうんうん、決めるわけでしょ、本当に大好きなハンティントンビーチかニューヨークかって、うん、すごくない、その決断の速さと決断力というか潔さ、うん、そうそうそう、これもなんかうまくいってる人の共通点っぽいよね。そうかもね、なんかいつまでもあどうしようかなどうしようかなっていうんじゃなくて、うんうんうん、ヒロさんはタイムラインを自分で決めるってね言ってたけど、しかもそれがじゃあ1週間後じゃなくて飛行機を降りるまでに決める。しかもあれだよ、もうそれまでも、うん、乗ってる間も決めれなくて、この着陸してするそのなんていうタイヤがつくまでに決めるっていう、うん、でつく直前にニューヨークって決めたっていうね、すごい面白いよね。面白いな。でもそういう自分でタイムラインを決めて自分で決断するっていうことを、うん、ちょこちょこねやってみると、それ大事だよね。いいかもね、自分で決めることってさ結構やっぱりいつでも決められちゃうから、うん、決めなくてもいいからね。そうなの、そうなの、うん、私たちもやってみたいね。毎回こう飛行機よく乗るからさ、なんか着陸するこの最後の5分10分でなんか1個決断するみたいな、それ面白い。面白いでしょ。ちょっと次やってみよう。はい、うん、ミヒはどんなところが心に残った？僕はね、場所にこだわってるっていうのが、まあ、確かにと思って、まあ、ニューヨークでやってますって、言えばね、うん、例えば日本の人に対しては、うん、あニューヨークすごいんじゃないって言われると思うんだよね、うん、だ別にそれはマンハッタンじゃなくても、うん、ニューヨークって言えるじゃない。そうだね、うん、でも、うん、そうじゃなくて、うん、フィフスアベニューどこでやってるんだっていうところって、うん、
ニューヨークの人たちもおすごいじゃんってなるじゃない。なるよね、うん、そこがなんかそこのこだわりっていうか大切にしたいことで、うんうん、最初からそうだったって言ってたでしょ。場所もこだわってたって言ってたね、そのフィフスアベニューのところに構えるっていうことにこだわってた、うん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 、だからそのお金があるからそこに投資するんじゃなくて、うん、お金がない時からこそ大事なものに一番お金をかけるっていうところも、うんうんうん、そしてそれがどういう、まあ、影響を与えるのかっていう、まあ、自分がどこに身を置くかっていうところがすごく重要だなと思った。なるほどね、うん、うんうんうん、ミヒはさ、うん、なんていうのこう、まあ、お金がない時もたくさんあったと思うんだけど、うん、その時からこだわってたこととかなんかあった？自分がこうなんか大事にしてきたこととか。お金がない時からこだわってたことは、うん、なかなか鋭い質問でしょいい質問だねあ、どうもへー、ね、うん、お金がない時でも、うん、ハーゲンダッツのアイスを食べる。あー、それね大事、うん、だからラクトアイスでもいいかなって思っちゃう時があるんだけど、うん、でも、うん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 、なんかこう自分がちょっとした幸せを感じれるところに妥協しないっていう、うん、それねすごく大事だよね、うん、よくわかるというのにこだわりましたいいこと聞きましたですね。でもそういうことだよね、うん、なんかその状況に自分を合わせすぎないというか、うん、環境にね合わせすぎない、うん、でもちろんそのなんていうか環境や状況と折り合いをつけながらやっぱり人って生きていかなきゃいけないところももちろんあるんだけど、うん、その中でも自分が大切にしたいことをこだわっていることを、うんうんうん、諦めないというかね、うん、あとでも仕事で言えば、うん、どちらかというと、うん、何かを伝えたいというよりも体験してもらいたいっていう意図があるよね、うん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 、だから例えばそれを、受け取ってもらう場所、うん、例えばセミナーの場所とか、うん、それは別に僕の利益がなくても、うんうんうん、なんかその場所にお金をかけるっていうのはよくやってるかな。その話で言うとさ、うん、ヒロさんの話にもあったけど、うん、そのね、ヒロさんの場合はその医療っていうところじゃなくて自分でできるようにって、うんうんうん、ね、管理自分の体のメンテナンスとかも自分で結果的にできるように、うん、やってるっていうふうにおっしゃってて、うん、それってでもお客さんが減るようで、あ、ね、そうだよね、普通は減りそうだからさ、うん、どうしてもこう薬出したり、まあ、そういうわけじゃないかもしれないけど、うん、なんかそうビジネスってやっぱりそういうところがあると思うんだけど、もう減らないっていうところに通じるよね。そうだよね、例えばカウンセリングとかねやってる場合もお客さんの悩みがなくなったらカウンセリングに来なくなっちゃうからね。うん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 、だから、まあ、意図して悩みを増やすってことはしないと思うけど、うん、なんかこう自分が提供しているサービスが効果があればあるほどその人は来なくなるっていうふうに考えちゃいがちだけど、うんうんうん、実はそんなことは ないというか、うんうんうん、もう逆でっていうところは、ね、すごく僕も共感する、うんうんうん、ですね。なんかそうすると、うん、なんかなんていうかな、ただ足りないものを埋めていくっていうだけじゃなくて、うん、なんかその提供する側も提供される側もお互いになんかこう高め合いながらというかね、うん、いい関係になるよね。そう、なんかやっていけるかなって、うん、改めて思いました、うん、はい、あとああ見えてもね4代も続いてるんだって。何なのその失礼なああ見えてもじゃないでしょ。いやだってなんか本当にね気さくで、うん、いやもう代々やってますっていう感じよりも、いやもう本当楽しいことばっかりやってるんだけど自分でも好きなことしないんだけどっていう感覚からすると、うん、なんか僕のイメージとしては代々やってる人ってもうなんか真面目すぎて固くてみたいな感じのイメージだったんだけど、うん、全くね、あ、ないね、そう、そういうね、違ったんだけども4代も続いてるって言ってて、うん、でもまあ、放送の中でもねあったけど、うんうんうん、続いてるものって変わらないわけじゃないんだよね、うん、変わり続けているから続くんだなっていうところがあって、うんうん、なんかそれが一見矛盾してるようには思えるんだけど、うん、
変わり続けることが、ずっと存続することにつながっていくんだなっていうことが、うんうんうん、とてもよくね、うん、理解できたというか、うんうん、感じたところです。そうだね、うん、で常にいいものね、だからこそ追求していくっていうところの、うん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 、その欲求、うんうん、の強さをすごく感じて、うん、でも気さくで楽しい、最高だね最高なんですよ、最高だよ。でもニューヨークに、ね、行く機会があったらぜひ皆さんも ねえ、なかなか予約は取れないかもしれないけれどもでもなんかあの別にどこかが悪くなったから行くっていう感じでもないかもしれないもんね。そうね、やっぱりこうしっかりと自分の体の状態を知るっていうかね、うん、あのそういう意味でもいいかもね、うん、では今日の魔法の質問をどうぞ。はい、魔法の質問は、足を使ってできることは何ですか。足を使ってできることは何ですか。これはですね、その話の中にもありましたが、もう今では予約が取れない状態に、なってるんだけど、最初の頃はどうだったかっていうと、最初からお客さんがいるわけでもなく、どんどん人に会ったりね、出会いを作っていって、それこそ足でネットワークを作っていた、お客さんとの出会いを作っていったっていうところがあって、まあやっぱり日本でもニューヨークでもそういうところは一緒だなっていうふうにね、うん、感じました、うん。足を使ってできることは何ですかの答え、僕の答えは何かな。僕はね、でもなんか この話を聞いてというか、なんかもっともっと自分から会いに行きたいっていうことをやっていきたいなと思ってて、そうだね、うん、で特に僕何か生み出すことがすごく好きだから、うん、そういうのを生み出してる人たちとか、うん、自分らしいライフスタイルを構築しつつそれを生み出してる人たちに、うん、それこそ世界各地にもっともっと、出向いていって会っていきたいなっていうのをね、うん、すごい思いました。うんうん、若菜は足を使ってできることは何ですか。いっぱいあるんだけど、うん、まずねやっぱり会いたい人に会いに行ったり、うん、やりたいことをやるためにはそれをができるね丈夫な足がないと。あ、実際の足ね。そう、ダメっていうのがね今回その腰を痛めてすごく分かったわけ。さらにでも、うん、腰を治すためにヒロさんに会いに行ってヒロさんからこの話だからね。そう、やっぱり足を使うには体がとても大事っていうメッセージだね。そうそうそう、だからやっぱりなんかそこをねしっかりと整えていきたいな、うん、なんか一番身近なところなんだけど、うん、なんかそこしっかりやっていきたいと思っています。はい、今回はですねヒロさんにここまでのライフストーリーをね聞きましたが、うんうんうん、来週はなんと、うん、奥様と共に、ね、登場してもらおう。また2人のパートナーシップがとっても素敵で、素敵で参考になるし、また面白いし、面白いね、うんうん、なので、次回はそんなパートナーシップの話も、聞けると思います。今日の放送の中からも何か自分らしい人生を作っていくためのヒントが見つけてもらえたらすごく嬉しいです。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe。